ではまず私から一言ご挨拶をさせていただきます。中小企業金融円滑化法の期限到来からもうすでに2ヶ月が経ってきたわけでありますけれども、各省庁のいろんな取り組みによりまして現在のところ大きな混乱は発生をしていないという状況であります。こうした中、政府としては引き続き中小企業、小規模事業者、そしてさらに住宅ローン借り入れ者が安心して前向きな経済活動に取り組んでいけるよう各種支援策を推進するとともに、借り手を取り巻く状況の把握に引き続き努めてまいりたいというふうに思っております。本日は各省庁より各業界の動向について、そして住宅資金借り入れ者の状況について、そして各種支援策の利用状況について、都道府県への調査結果についてなどご報告をいただき、政府全体として関係省庁が連携した対応策についても意見交換をしていきたいというふうに思います。メンバーの皆さんとしっかりと活発な議論を交わしていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。以上、私からの挨拶とさせていただきます。